皆さんこんにちは。今回は、本日より始まったテーマイベントの解説です。最終的に1000原石入手が可能です。イベントは今日からスタートで、前提はランク30と。稲妻が舞台なので、離島脱出計画が必須ですね。ネタバレ的には、イットの任務とライデンの2章が前提です。一応やる方はご注意をって感じでしょうかね。そして、稲妻初の配布キャラ、五郎が今回入手できます。また、今回は初日からすべてのイベントが開放です。一応ストーリーだけ、4日後なんですが、ミニゲーム自体は、初日からすべて開放されているみたいですね。一応ストーリーが2部構成で、ミニイベントについては、日数単位で開放されていきます。ってことで、イベント開始ですね。イベントメニュー、あるいは任務リストから目的地を表示できます。今回は、ワタツミがメインとなる舞台みたいですね。ネタバレ気にするなら、先に伝説任務消化をお忘れなく。単純にイットが出るから、鎖国云々、だけな要素な気もしますけどね。ってことで、深淵パイセンまさかのガチオミットなのかって感じでしたが。会話パートがすべて終わった後ですね。最近の傾向のあっさり会話と、すぐイベント戦にですね。ってことで、今回は3個のミニゲームから構成されています。戦闘イベントが最近は削除されがちですね。個人的にはあった方がイベントって感じでいいけど、時短を求める人は今の形式の方が良さそうですね。で、音ゲーイベントから、過去イベント同様に譜面創作可能です。今回から増える曲は、本日より日数経過で解放。過去イベントで登場した曲は初日から創作譜面を制作可能ですね。作った譜面はネット公開できるので、調べたら作ってみたりしてはいかがでしょうか。それでは、イベント本編ですね。初日はリネのテーマ曲だけですね。一応設定が選べるので気にする人は先に変更しておきましょう。キーコンフィグとかノーツの速度調整が可能ですね。プレステは、ポップンミュージックみたいな操作性になるのかな？効果音とか、遅延の調整などもできるので。やりづらかったらここで変えてみるといいと思います。演奏自体は、ドボルザークに会話するとスタートですね。最初にささやかなチュートリアルがあります。この辺も、ずれやすい人は調整しておきましょう。難易度は一応4段階あるんですが、4個目は趣味っぽいですね。報酬自体はハードまでで、全部取ることが可能です。ってことで、これまでと変わっていない感じかな。コントローラーは相変わらずやりづらいねって感じ。ディーバとか、太鼓の達人スタイルにしてほしい。おそらく、歩んできた音ゲー次第なんでしょうけど、自分はこの6レーン、前々からすごいやりづらいですね。逆にスマホはすごいやりやすいと思います。まあ、ボリュームそうだし仕方ないですかね。PC は知りません。オサノニデラモードみたいなやつがこんな操作なんでしたっけ？おそらく、真面目にプレイさえすれば報酬は取れるので、フルコンボとか意識しなければいいと思います。個人的にはスメール文化祭のなんちゃって音ゲーが、過去一番楽しい音ゲーだったので、そっち路線のイベントに今後期待ですかね。そんなこんなで終わらせました。一曲だけなので、残りは明日以降一曲ずつ、解放です。ここから、探索系のイベントですね。指定したモンスターを各地回って倒してこいってイベントです。初日は、遺跡騎兵を3種、マトリックスを2種、マシナリーを3種って感じなんですが、マシナリーは多分、ファントムの秘境でクリアできそうな感じ、自分は一応フィールドで倒しました。ってことで、ざっくり場所について。3種類1箇所で倒せるのはこちら。スメールの 3.0 エリアの用務のかけらですね。ワープした下に降りると3種類いるので倒せば終わりです。螺旋とかやると勝手にクリアされるかもしれませんが、敵の配置覚えていません。ってことで、3種類が1体ずついるので1箇所で片付けるならここですかね。一応うっすらというか、白い文字で地味に進捗が表示されてます。マトリックスが2種いる場所はこちらです。ここのワークから南東へ。はい、見えたやつが対象ですね。ってことで、マトリックス完了です。
最後にマシナリー3種ですね。マシナリーは、どこにでもいるのと。多分、ファントムの秘境でもいいので。現在進行形で掘っている人はそのまますれば良さそう？一応現地でしか検証していないので、秘境でもできるかはわかりません。フォンテーヌの北、4.1 マップでここに2体。奥に1種いるので、それ倒して終わりですね。それでは、最後のイベントですね。NPC の鼻歌を聞いて、対応する音符を当てはめるミニゲームですね。簡略化しすぎていて、個人的にはわからなかったんですが、お助け機能がついているので、ご安心ください。対象は稲妻城下町の3名ですね。まず、対象の NPC に話しかけます。イベントの選択肢が表示されるのでそれを選択します。だいたい、この音好きなんだけど、演奏してくれない？っていう、軽音とかでよく見る光景ですね。で、内容が先ほど話した通り、NPC が急に歌い出すよ。ってことで、そこで、抜けていた音を当てはめていくんですが、一部、音量に差があるのか、聞き取りづらいのもいるので、音量は結構大きめにしておかないと聞きづらいかもですね。あとは、楽譜がすべて全音符？になっているので、楽譜を読もうとすれば逆にわかりづらいです。一応こちらがマックスになれば自動回答できるようになります。個人的にはおとなしく待つのが良さそうな雰囲気ですが、挑戦してみる方は頑張ってみてください。自分はすべて自動回答でクリアしてしまいました。なんか、すごい楽譜として違和感がすごかった。ってことで、助けを求めればクリアできるので、すべて一部ずつ待つのがおすすめですね。残りの NPC もすべて同じ感じとなっていて、鼻歌に合わせて音符を入れる、あるいは1分待ってヒントで自動回答です。この要素は結構楽しみにしていたんですが、残念な気持ちですね。ただ、これくらい簡単な譜面の方が理解しやすいのかな？って感じでしょうか。音楽ってそういえばどこまでが義務教育なんだろうね。歌を歌えることなのか、それとも楽器ができることなのか、それとも音楽家とか楽譜とか読めることを指しているのか。実技科目の中でも審査項目が多くて一番ふわふわしてる気がする。で、すべてが終わったら、提出可能、って表示されているはずなので、ドボルザークに提出しに行けば初日できることは終わりです。イベント用ワープが開放されているのでお忘れなく。会話すれば終わりですかね。ということで、最大で1000原石と五郎配布イベント。初日についてでした。今回の進行は、この会場の飾り付け、提出を進めることにより最終章が出るようなので、ちまちま消化しておくことをお勧めします。また、楽器アイテムのホルンも初日からもらえるので、楽器で遊びたい人は、朗報ですね。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。